では今日はチャプター3の7、姿勢から関節束縛法を独立してお話しします。その1回目、今のところ2回シリーズでやろうと思っています。まず今回は関節束縛法とはどういうもので、どんな時に、どんなことに気をつけて使うのかという概説をお話ししようと思います。関節束縛法の定義ですが、嚥下障害の治療法の1つです。体幹を横にして寝た姿勢で経口摂取する方法です。嚥下障害のある人が経口摂取を直接するということで、直接訓練というふうに言われるものの一つですね。さらに、唾液誤嚥対策としても用いられます。唾液誤嚥対策としては、タイドレナージと言われるものの一つですね。こちらの絵はですね、この間、アクセスされた論文に添付された関節束縛の姿勢についての説明図です。正面の方から見ると、A のようにですね、横を向いて寝た状態。で、真上から見ると、くの字に腰が曲がって、膝も曲がって、バランスをとっているということが分かると思います。こういった姿勢で食べるということですね。関節束縛法の報告に関してですが、非常に代表的なところだけ挙げてみました。2006年に福村らが発見し、2012年に福村らが回復ピラティ病棟での効果を和文で報告しています。2年代、ありますけれども、即時効果と退院までの変化ということでのご報告になっています。さらに2022年になって、日田市民病院の工藤先生らが、キャミックス病院での効果を英文で報告してくれています。こちらの方は、キャミックス病院での退院、生存しての退院率だとか、退院時の経口摂取率などに、関節束縛法が優位に影響しているということでの報告になります。他、様々な先生が、2020年から2022年ぐらいのところでですね、急性期病院ではどうだったかとか、施設ではどうだったかということを報告してくださっています。そして2020年、今年の2月になって、福村らが回復期在宅で、年単位で介入した症例について英文で報告しています。長期経過で、在宅でも即外で食べていた、完全即外で食べていたということで、その症例についての報告をしています。このようにですね、関節束縛法の報告、代表的なところだけでも、いろんな場面で有効性が報告されていますし、私たちのグループだけでなくって、いろいろな方々が、追試をしてくれて、それぞれの現場で役に立ったということで、論文、報告してくれています。さて、じゃあ実際にどうやって関節束縛法をするのか、ポイントになりますね。咽頭側壁、喉の横側の壁が下になるようにということを気をつけて、右から左への肩のラインが地面から垂直になるということをまずは考えていきます。で、姿勢を安定させるために背中を丸めて、股関節を曲げていきます。背中を丸めて、股関節を曲げます。で、上になった方の足を前に出して、腰を立てていきます。で、足の間にクッションを挟むとですね、結構安定します。で、下になった方の肩を守るために、下になっている腕を前に出していきます。また、これちょっとここに段差があるのがわかると。8センチ厚のクッションをね、これ下に敷いているんですね。低反発クッションを下に敷くことで、肩への圧力を分散することができて、肩が痛くなるという人を減らすことができる。8センチや角低反発クッションをこの場合には幅50センチ、長さ1メートルに切って活用しています。このぐらいの大きさにすると、リクライニング車椅子にはめて使うことなどもできるので、リクライニング車椅子で、食堂に出てきて即外で食べるということにも対応することができます。基本的な姿勢はこんなふうにとっていきますね。大きい人はこんなふうにしますけれども、ちっちゃな赤ちゃんは、
そんなに苦労しないで即買いが取れます。赤ちゃんの即買いに関しては、アメリカの小児科学会がですね、授乳の時に即買いにしてあげると良いということを勧告しています。縦にしたりだとか、両替にしたりではなくて、横になってミルクを飲んだ方が良いというふうに、されています。で、実際、うちの孫で試してみますと、この哺乳瓶の口ですね、の穴がですね、両替であると、穴を大きくするとですね、流入が多くて、すぐケポケポむせちゃうんだけど、即買いだと穴を大きくしてもむせないで飲める。そうすると授乳時間がすごく短くなる。下手すると10分の1ぐらいで飲んじゃう。口から喉にかけてちゃんとミルクを溜めながら飲むことができるっていうふうになると、授乳速度が速くなる。誤嚥しないということがわかる。さて、次に適応となる嚥下障害の特徴ですね。完全即配法をどんな方に適応するのかということになります。完全即配法単独でうまくいく可能性が高いものってなると、通媒法で言いますとですね、食道咽頭逆流を逆流してくる場合に、即配になっていることで誤嚥させないで、溜めておくことができる。また、咽頭収縮不全。今の逆ですね。嚥下反射が出た後に喉に残っているものがあったとしても、喉に安全に溜めておく。また、嚥下反射だけ遅延。口から喉に食物が入ってきてもすぐに嚥下反射が出ないので、しばらく待たなきゃいけない。その待ってる時間の間、完全に溜めておける。そして、喉頭の堤防機能障害、あるいは咽頭の流動障害ですね。まとめて、堤防機能と呼んでいますけれども、堤防機能、何のために堤防機能があるかというと、剤とか副剤の時に流入してきたものを、中咽頭から下咽頭に流していく時に、真ん中、気道に入れないようにするためなんですよね。そのための堤防がうまく働いていない。倒れてしまっていたり、緊張してなくて沈んでしまったりしてると、流れてきたときに、堤防を越えて、気管に入ってしまうんですね。で、そういうようなときに、即買いになることで、本来流したかった側方、咽頭の側方の方に触媒を、重力を使って流すことができるので、堤防機能障害を重力で代償することができる。で、この4つの障害に関しては、完全即買い法を使うだけで、食べれるようになる方が結構多いです。次にですね、他の種類と組み合わせることで推奨できるものというのが、食道入口部解離汗腺。食道の入り口が全然開かない方だと、これは食べられないですね。即買いになってもやっぱり開かないから食べられないんですけども、そこを開くための種類が様々になります。一つはバルーン拡張法。バルーン拡張法である程度、開く下地を作った上で、頸部前屈、顎突出、頸部回旋という方法ですね。よく頸部回旋法なんて言いますけれども、単に首回すだけではなかなか役に立たなくて、頸部前屈、肩の付け根のあたりから前に倒すイメージ。で、そこから今度は顎突出、後頭隆起のところ、もう真下のところでですね、前方に顎を突き出していくのようなイメージ。どこが支点になるのかですね。その違いですね。で、その姿勢で、今度は頸部を全体に回していく。苦しいですよね。こんな苦しいことをしないと食道入口部は開かないんですけれども、それをしっかりやれると、開くよね。そうやって食道入口部を開いてしまえば、あとは、起こっている他の障害に対しての代償だとか、あるいは食道から通りきらなくて残ってしまう。食道を通過するときに抵抗がありますので、通過してなくて咽頭に残ってしまったものが誤嚥しないように溜めておく。
というために、完全食アイポッドを組み合わせていくというふうにすると、結構早くから食べれるようになる。次に、口腔咽頭輸送障害ですね。口腔咽頭輸送障害の場合には、完全食アイポッドが効くというよりも、口から喉に浮力を使って落としていくということが大事です。で、その時に咽頭の、機能に何らかの問題がある、あるいは、流速の速いものなんかだと、自分の意思と関係なしに重力で喉に勝手に流れ込んでしまうと、電源発射ジャッキが間に合わなくなる可能性が高くなるんですね。送り込みに関しての意識がないものだから、咽頭に入ってきてからやっと気がついて、あっで飲んだ時には間に合わないってことが起こり得ると。そういった時に、完全速やかを組み合わせてあげると、流速の速いものでも、誤嚥する前に嚥下反射ジャッキが起きてくる可能性が高くなる。ということで、口腔咽頭輸送障害の時に、完全速やかを経路対戦に、合わせて使うとうまくいくことが、そして最後に、声道閉鎖不全ですね。声道閉鎖不全。これも重症になってくるとですね、嚥下反射の最中に声門が閉じないので、咽頭内圧が上がって、食物を押し出していこうとすると、咽頭内圧と気道内圧の差があるので、気管内に申し込んでしまうんですね。で、そのため、声門閉鎖不全がある人の場合には、なかなか普通に食べて、嚥下反射が起きた時に誤嚥させないっていうのはなかなか難しくなる。そのためいろいろなことを組み合わせなきゃいけない。で、程度にもよりますけれども、一つには粘性、付着性の高い食材に変えていく。そうすると、食道入口部よりも声門の方が開きが、ちっちゃい、抵抗が大きいってなってくれば、その抵抗の差で食道には通るけど、気道には通らないっていう物性を選ぶことができるかもしれない。で、その時に食道の抵抗と気道の抵抗をですね、さらに広げるためには、側外にして食道の入口部の方に食体を近づけると。で、気道からよりも低いところを食べ物を流すことで、嚥下反射の時に気道の方に行くためには重力に逆らって位置エネルギーを使って上がっていかなくなると移動しなきゃいけない。そこでブレーキがかかるんですね。で、さらに頸部回旋をすることで喉頭がちょっと持ち上がる。そうすると位置エネルギーがさらに必要になってきますので、よりブレーキがかかる。で、誤嚥しにくくなる。で、さらに、頸部回旋すると、下になっている方の食道入口部が開く。そうすると、食道を通過するための道が広がるので、抵抗が低くなるね。そうすると、声門の方自体の抵抗が変わらないとすると、食道の抵抗がちっちゃくなって、なおかつ声門の方に向かうためのブレーキがよりかかるようになる。ということで、完全食への頸部回旋で、粘性、付着性が高いものを摂取すると、声門閉鎖不全に対処を対応することができるようになる可能性が出てくる。ということで、こういった手技と組み合わせることでですね、完全食対法を用いて、比較的重症の症例にも、対応することができたりする。完全食対法が、意味することっていうのが様々あるんですけれども、結論としてはこういった単独で推奨、他の主義と組み合わせて推奨というものはない。そして、禁忌となるもの。嚥下障害の中でも完全阻害法を使っても経口摂取は難しいよ。あんまりお勧めしませんよということがあります。一つはもう経口摂取自体が困難になるような事例で、嚥下機能として代償ができたとしても、腸管機能が悪くなっている。腸閉塞があるかとかですね、腸管機能の排泄、単腸症候群などでも、かなり重症になってくると、経口栄養自体が苦悩になってくる。
そういった腸管機能不全の程度によっては、パンゼストクワイプを用いてもあまり意味がなくなってくる。また食道乳房部閉塞、排卵不全じゃなくて閉塞してしまっているのも、これも塞外になっても通過しないので、残念ながら経口摂取に至らない。で、気管食道瘤、こちらの方も、悪性腫瘍とかその治療だとか、あるいは、気管切開等に、合併してくることがまれにあります。どういうことかというと、気管と食道の間に穴が開いちゃってる。そうすると、きれいに食道を通しても途中に穴が開いてるから、そこから気管に入ってくる。正門のところから誤嚥しなくても、気管食道路から誤嚥します。これはなんとも大変ですね。ですので、気管食道路のある方の場合には、その穴を塞ぐことができるかどうかっていうのがすごく大事だ。これを、治療するまでは経口摂取法なんですので、単に完全速乱を使えばいいというものではなくなってしまう。さらに、姿勢保持の困難。高度に拘縮していて、完全速乱法が使えない。一番多いのは、肘が張った状態で、腕が拘縮してしまっている。そうすると、側坐が取れない。ポロンと丸まっている人はこれで帰っていいんだけれども、肩が開いた状態で固まっちゃってる人は残念ながら完全側坐を取るのが非常に難しくなる。また、付随運動のある人の一部は、完全側坐で食べてもらおうと思っても、すぐに体が動いちゃって姿勢が崩れる。一口二口はいけるかもしれないけど、十分な栄養を完全食材で取ってもらうという戦略は立てづらいということで、禁忌と言ってもよいかなということですね。付随運動があったら禁忌ではなくて、そのように姿勢保持が、不能になるほどの付随運動があるケースということになります。対応しやすいのかしにくいのかというのをしっかり考えていくことですね。次に、完全阻害法の代表的な効果です。咽頭での食物の流れを側方に誘導する。もともと食べ物っていうのは、喉の中では横側を通るのが正解。特に咽頭の方ですね。食道に向かっていく中では、正門が真ん中にあるので、それを避けて横の方に行ってくれるのが正解。ってなると、側外になって、重力の影響で食物が横に流れていくっていうのが非常に大きな、アドバンテージになっています。次に、正門より低い位置を食物が流れやすくる。食道入口、正門閉鎖不全ですね。正門閉鎖不全のところでお話ししたように、正門のところにこう食べ物が近づいていこうとしたときに、高いところに流れなきゃいけないので、余計にエネルギーを使わなきゃいけない。そこでブレーキがかかる。それによって誤嚥を防いでいく。3つ目には、咽頭内で、誤嚥をせずに貯留させておくことができる量を増やしていく。嚥下反射邪気がなかなか起きなくっても、喉にね、20cc とか溜めておければ、一口 20cc で食べて、で、嚥下反射邪気を待つことができたりする。そして4つ目に、口頭侵入物を排出する。一旦、嚥下反射の時、あるいはその前に、喉頭内に物が入っちゃったり、嚥下後に、喉頭侵入物が落ちていく策が、咽頭の側方なので、喉頭から誤嚥していく方向に流れないで、排出される方に流れるんですね。これも非常に大きなポイントです。さらに、誤嚥物を排出することもできてくる。頭を低くした側外にすると、気管内に入ったものも出てきます。なので、正門閉鎖不全で一部誤嚥してしまうような人であっても、その免疫力が、年齢とか栄養状態によっては、誤嚥してもすぐ排出することができるので、そのまま経口栄養を継続することができたりもする。このドレナージ効果をそのまま食べるということにね、活用することができる。これらが代表的効果になります。
さて、今日の、総論のところですね、最後なんですが、完全速約を導入したときに結構やっちゃう落とし穴があります。4つ挙げておきました。1つは、頭上げた方が楽なんじゃないかなっていうので、ベッドアップしてしまったりだとか、あるいは、リクライニング車椅子に乗って出てきたときに頭上げてしまう。で、頭を上げるとボヤリスクが上がるということを覚えておいていただいて、なので、僕、そのボヤリスクが上がっても大丈夫なぐらいに嚥下機能が、保たれている、軽度の嚥下障害であれば、ヘッドアップしてもいい。でも、そういう評価ができないうちはヘッドアップはしないということで、安易に頭を上げないということが大事になります。頭を上げたいときにはちゃんと評価をする。で、2つ目です。完全速減法を初めにやってると、食べてるうちに体が崩れていくのに気がつかなかったりする。そうすると、行外になってくるとリスクが高くなる人も結構おられるので、食事の介助とかに集中しすぎずに、ちゃんと姿勢が保ててるかどうかというのを見ていく。で、崩れにくいような工夫がありますので、そういった崩れにくい工夫をまた今後お話ししていきます。ぜひ、まだまだ先ですけど、継続して聞いていただいて、崩れにくい姿勢で食べてください。そして4つ目、速回だと肩関節が体の下側に入ってくると、関節痛が生じやすくなります。さっき下になってる手を前に出すって言いましたけれども、肩関節がそのままで手だけ前に出ても肩の痛みは取れません。どこまで出すかというと、肩甲骨が前の方までぐるっと出てくる状態まで、肩関節自体を前方に引き出すつもりでいくと、関節じゃなくて肩甲骨で体重を受けれるようになります。関節をそうやって守っていくことが大事。また、肩の下のところにさらにね、それをした上で、低反発マットなどを敷いてあげると、より痛みが出にくくなります。で、もう一つ、最後にですね、絶対忘れてほしくないのは、エアマットの問題。エアマットで速外を導入するとですね、よく肩に褥瘡を作っていきます。エアマット、空気が入ってて、圧力分散できていいなと思うんですが、エアマットの設定、設計のコンセプトって業外なんだよね。業外での凸凹に合わせた作りなの。それが側外になると凸凹が大きくなるね。頭、首、肩、で、腰、で、全部。凸凹が大きくなると、飛び出たところが沈みすぎちゃって、空気の層を突き抜けるんだよね。そうすると、空気の下のところに、結構よくあるのが、介護用ベッドの金属フレームの上に直接エアマットを置いてあるケースが多いもんだから、空気の層を突き抜けると、もう金属なんだよね。金属の上に直接寝てるようなもんだから、そりゃ、褥瘡できるんですよ。で、それをどうやって回避するかっていうので、私は2つ、おすすめしています。1つは体重設定をプラス30キロにする。50キロの人だったら80キロ。30キロの人だったら60キロに設定すると、速回になった時に、底つきするっていうことがほとんどなくなります。で、もう1つは、そこに加えて、低反発マットレスを、エアマットの下に敷いておく。4センチ、6センチ、8センチ、何でもいいんですけれども、敷いておくと、万が一底付きしたときに、金属じゃなくて、低反発マットなので、そこでもまた除圧ができるんですね。そのようにですね、エアマットを信用しきらないということも非常に重要です。完全速回に限らずですね、今、ちゃんと勉強して、褥瘡対策をしている病院などでは、褥瘡ができる一番のきっかけってエアマットなんです。エアマットって非常に事故が起きやすい。うまく使うと除圧できるんだけど、うまく使えないケースがたくさんあるということを覚えておいていただければと思います。
今日の導入はここまでにしておきます。次にディスカッション。